ニーハオジャパニーズ。今日は、茨城県古河市にあるイカれた中華料理屋八丁に突撃したいと思います。皆さん準備はいいですか？おう、行ってみましょう。到着しました。古河市にある八丁。一丁、二丁、三丁、四丁、五丁、六丁、七丁、八丁。レッツゴー。さあ、やってまいりました。茨城県古河市にある町中華のお店八丁。メニューをご覧ください。とってもリーズナブルです。あらたっちゃん、お腹空いてるのかしら。今日はもう一人と乾杯したいと思います。いっちゃいます。グレープフルーツで塩効いてる。塩どうですか、勝也さん。めっちゃうまいです。野上さんマスクしてる意味ないか。早く出てこないかな。早くご飯で食べないかな。でもあれですよね。さあ、餃子でございます。餃子でございます。まやか。やっぱ餃子だよな。夏は。夏はこの多いでいいね。いいね、この餃子。八丁さんの餃子。どうでしょうね。どうでしょう。行ってみよう。どうよ。どうよ。グー女子か。女子か。最高ってことね。なるほど。続いて卵焼き。じゃあ、行ってみましょう。どうすか、これ見た目。なんか入ってますね。肉が入ってますね。肉が入ってます。そうなんです。チャーシューが入ってるんです。おお。卵焼きなかなかチャーシュー入ってないよね。入ってないですね。ね。めっちゃうまいよ。今日はやらないですよ。初めてやらない回が。どうですか。あ、うまいですね。どううまい。これは甘くはないですね。甘くはない。甘くはないけど、このチャーシューがいい感じのこのしょっぱさ。めっちゃうまいです。あ、チャーシューのしょっぱさで卵に味が。ちょうどいいですね。チャーシューがないと多分これできない。できないって。わかるよ。わかるよ。わかるよ。ネギ肉炒めきましたね。ネギ肉炒め。見てください。ネギと肉。ネギと肉炒めでございます。これがね、はい、食べますよ。応援で、学生大変なんですけど、年末にセーフスローモーション。どうしたかった？ちょうどいいですよ。ね、塩加減すごいちょうどいい。ちょっとしょっぱいぐらいがやっぱいい。とりあえずお酒がね、お酒が進む。手のが見込んで、自分でも消毒液が。ネギ肉炒め最高。お母さんが特別にキムチくれました。ありがとう。さあ、こちらがチャーハンでございます。じゃあ、野上くん、野上くん、はい、食べてもらいましょう。どうすか、この肉がなんか地球にこう宇宙から落ちてしまう。ねえ、紅ってるあたりがいいですね。やっぱチャーハンには紅ですね。これはありそうでないな。八丁さんのこれね。じゃあどうなの？匂いいいな、これ。香りがいいですね。どうでしょう？うまい。うまいでしょう？うまい。すごい。しっとり。しっとりしてる。うん。ああ、うん、いいね、もう。パラパラなのにしっとりしてる。でもチャーハンって今回、こうだよ。こうだよね。チャーハンこうだよ。ねえ、たっちゃん、間違いないです。さっき寄せた時の香りがすげえうまい。うん、これ紅生姜が大事。紅生姜が大事。さあ、達也さん来ました。これが古河人のソウルフードって噂の何でしょう。チャーメン、はい、どんな感じですか。俺初めて見ました、僕は、はい、ラーメンなのかチャーハンなのかちょっとよく分かんないですけど。なるほど。チャーメンで麺ですからね。一応麺です、ね、麺でございます。麺で、はい、ちょっといただきます。
焼きそばみたいな。あ、いや、焼きそばとまた違いますね。こちら、なんだろう、混ぜそばっぽいけど、でもそれともまた違う。しっとり系？しっとりはしてます。ただこう、なんか難しいですよね。でも、すごい美味しいです、これは。塩ベースの味で、なんか俺がおかしいのか分かんないけど、これプラス俺ご飯欲しいです。ご飯が欲しくなる。いい感じじゃない。すごい美味しそう。うまそう。はい、いかがだったでしょうか。八丁さんの品物の数々、最高じゃないですか。チャーメン、なんだか分かりましたか。最強に美味しいチャーメン、あれでございます。毎度あり、来週も見てね。Thank you。 なんか前回からセンキュー使うようにしてる。おー、いいじゃないですか。